はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は霊夢に教えてほしいテーマを私が持ってきたんだぜ。リクエストってこと？何かしら？2015年の映画エベレストの 3D モデルになった、1996年のエベレスト大量遭難についてなんだぜ。エベレストといえば世界最高峰の山だろ？その分、登頂するには過酷なトレーニングや経験が必須になってくる。いわばプロフェッショナルな登山家でしか登頂することはできないようなエベレストで、なんでそんな事故が起こったのか気になってしまってな。最初映画を見たとき、この話が実話だって聞いて本当にびっくりしたんだぜ。嘘のような本当の話ってあるわよね。実話がモデルのエベレスト 3D もいいけど、同じ雪山映画で言えば個人的にはバーティカルリミットの方が好きだわ。それも知ってるんだぜ。サスペンスとスリルが良い塩梅で面白いんだよな。まあでもあれはフィクションだろ。私はノンフィクション映画の方が好きなんだよな。そっちの方がよりリアリティを感じるんだぜ。確かに、実際に起こったことがモデルになったと聞けばより一層映画にのめり込める部分はあるわよね。じゃあ今回は、マリサのリクエスト通りに1996年に発生した1996年のエベレスト大量遭難を解説していくわ。ああ、楽しみなんだぜ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。この事故は1996年の5月に発生したわ。5月10日に起きた嵐の影響で8名の登山家が死亡し、その前後も含めると、春の登山シーズン中22名が死亡したの。これは2014年に死亡者16名が出たエベレスト雪崩での事故が発生するまで、史上最悪の記録とされていたわ。ちなみに、2014年の翌年には2015年ネパール地震が発生し、それが原因でまた雪崩が発生し、ここでは22名が犠牲となっているわ。これが現時点で史上最悪の記録ね。1シーズンで10名以上も犠牲が出るって相当だよな。自然って、時には味方になるけど、時には敵となるし人間にはどうにもできないし怖いよな。というか、エベレストがあるのってネパールだっけ？所在地は、ネパールサガルマタ県ソルクン部群、中国チベット自治区権利圏となっているわね。山頂はネパールと中国の国境上にあるの。地球上で最も標高の高い地域、ヒマラヤ山脈に属していて、言わずもがな世界最高峰の山よ。日本一の山、富士山と比較すると、富士山の標高3776メートルに対し、エベレストは8848メートルあるわ。世界最高峰なのはわかるけど、改めて数字で聞くとやばいな。富士山の倍以上あるもんな。気軽に挑める山じゃないんだぜ。でも、今回の事故で被害に遭った登山家たちの中には、プロだけでなく登山経験が浅いアマチュアもいたわ。1953年の初登頂とそれに続くバリエーションルートへの冒険家たちや国家的プロジェクトによる挑戦が一巡すると、エベレストは経験を積んだ登山家の攻略対象ではなくなり商用化が進むことになったの。これは今でも問題視されているわ。特に1985年に実用化ビッグバスがガイドによる全面サポートを受けた登頂に成功し、その過程を記したセブンサミットを出版すると富豪や高所得者による七大陸最高峰の人気が沸騰。1990年代半ばには公募隊による登山が主流となり、アマチュア登山家であっても必要な費用を負担すれば容易にエベレスト登山に参加できるようになったわ。その費用っていくらくらいなんだ？事故当時の1996年では、日本円にして約700万円よ。な、700万。でも確かにお金持ちからしたら、娯楽の一種として楽しめる範疇なのかな。私には無理なんだぜ。そこが問題なのよね。あらかじめ案内人やガイドによるルート工作や荷上げが行われるため、本来なら必要であった登攀技術や経験を持たないまま入山する登山者が続出したの。さらにルートが狭い場所においては登山家が渋滞し、長時間待つようなことも増えたわ。でも、エベレスト登頂という栄光を手にするために大金を払う裕福な顧客が後を絶たないのよ。確かに魅力的ではあるんだがな。でも経験がない状態で挑むなんて賛成できないんだぜ。そうね。そういった人たちのことを公募隊と呼ぶんだけど、今回の事故は公募隊も関係しているわ。探検家のロブホールが引率して、世界中のアマチュア登山家と共に5月10日に登頂を果たすというツアーで、いわゆる商用登山隊だった。映画の主人公だよな。確かこのツアーには日本人が参加していなかったっけ？女性登山家の難波安子が参加していたわ。彼女は日本人女性では田部井淳子に次いで二人目のエベレスト登頂者だった。他にもスコット・フィッシャーが引率する公募隊も行動を共にすることになったわ。確か、彼も映画で登場していたわね。参加者の中には本来登山には必要ない大量の資材を持ち込んだり、不適切な性交渉を行う参加者がいて、
ガイドやシェルパの負担は決して小さくなかったわ。ただでさえアマチュア登山家を引率することが大変なのに、問題を起こされたら余計に負担がかかるのは目に見えてるな。荷上げの時点で主力シェルパだったナワントプチェが高所性排水種によって渋滞となり、この処理にシェルパ等のロブさんが当たったため、負担はさらに増加したわ。高所性排水種って、高山病か？そう。正確には高山病の一つね。重症度が3段階に分けられるんだけど、高所性排水種はその2段階目。呼吸困難や胸部の圧迫感などが症状として現れるわ。スコット・フィッシャーの隊には、サブガイドとしてロシア人のアナトリ・ブクレイエフも初参加していたんだけど、ブクレイエフはガイドとして十分な仕事をせず、隊長のスコット・フィッシャー自ら体調不良者をベースキャンプに送り返すなどの労働に従事することになり、登頂前すでにスコット・フィッシャーは疲労困憊となっていたわ。また、顧客の一人が数度にわたり無酸素登頂を要請したんだけど、これを跳ねつけたため部隊内では険悪な空気が醸成されていたの。さらに技術、体力ともに稚拙なメンバーの牽引に人手を割かれたことで予定していた山頂までのルート工作が完成しておらず、山頂に向かった人間は予定外の待機や作業によって酸素、体力とも大幅に消耗していたわ。また渋滞を避けるために登頂日を分ける事前の取り決めに非協力的な態度を取った南アフリカ隊や、一旦合意しておきながら本意する台湾隊も織り混乱が始まっていたの。そんな混乱もあって、登頂には予定の時間より1、2時間ほどの遅れが出たわ。下山の時間を考慮して14時がタイムリミットとされていたんだけど、難波さんは15時に登頂を果たした。他のロブホール隊のメンバーの中には16時半に登頂した人もいたわ。隊長のスコット・フィッシャーは自己責任を強調し、14時というリミットには寛容であったけど、ロブホールは頂上が前に見えていても14時になったら引き返すように参加者に強く指導していたわ。でも16時半に登頂したメンバーがいるんだよな。それに関してはロブホール隊は前年登頂者を出せなかった上、エベレストの登頂を目指しながら撤退を余儀なくされた顧客が降り撤退を強く要請しにくい下地があったと指摘されているわ。ダグ・ハンセンという顧客がホール隊にいたんだけど、彼は前年に頂上手前で断念してしまったの。だからロブホールは時間を過ぎても彼の登頂まで待ち続けたのよ。顧客のためを思って、ということだな。それで下山が遅れてしまった結果、嵐に巻き込まれて大量の登山家たちが遭難してしまったと。ええ、ロブホールの隊では体の変調のため出発後すぐに引き返した1名、約束の時間で登頂を諦めて引き返した3名の計4名は遭難を免れたわ。スコット・フィッシャー隊の隊長であるフィッシャー自身はタイムリミットを守らず、大幅に超過した3時40分頃に登頂し、また長時間山頂に留まり時間を費やしてしまった。ロブホールは大きく遅れた顧客のダグ・ハンセンを待ち頂上に1時間以上留まった上、ハンセンが体調を崩したためガイドのアンディ・ハリスと共にハンセンを助けて南方付近を下山していたけど、ハンセンは滑落、ハリスも遭難してしまい、また彼自身も途中で体調を崩し動けなくなったわ。ホール隊ガイドのマイク・グルームとフィッシャー隊ガイドのニール・ベイドルマン、シェルパ2人を含む混成グループ11名は下山中に夜になり、また激しいブリザードに巻き込まれたの。ホール隊顧客のナンバはフラフラの状態になっており、空になった酸素ボンベを必死に吸うなど判断力も低下し、最後には他隊のガイドであるベイドルマンに引きずられるようになっていた。せっかく登頂を果たしたのに、まさか下山中に遭難するなんて思いもしなかっただろうな。彼ら11名は深夜までビバーク山中で緊急的に野営することをしていたけど、一瞬の雲の切れ目で息が確認できたため、動ける者が第4キャンプまで戻り、残してきた5人の救援を頼んだわ。でも助けに来たのはフィッシャー隊ガイドのアナトリ・ブクレイフだけだった。早めに引き返したため余力を残していたホール隊顧客のスチュアート・ハッチスンは、何度か救出のために転倒出たけど強風ですぐに転倒へ引き返さざるを得ず、両隊のシェルパや派遣隊たちも疲弊していたために救助へ駆けつけられなかったの。登山ってかなりの体力を使うもんな。自分のことで精一杯で、他者を助けられなくても無理はないんだぜ。同じキャンプにいた南アフリカ隊は救援に行かず、助けに来たフィッシャー隊ガイドのブクレイフも比較的状態の良い事態の3名の顧客を救助するのが精一杯で、ホール隊のナンバとベックウェザーズ、バルコニー下の稜線にいたフィッシャーはその場に取り残されることとなったわ。取り残された一行は動けずに一夜を過ごし、翌日5月11日の朝方に台湾の孔明は登山チームのシェルパが探索に出発し、顔、指、かかとにひどい凍傷を負っていたマカルーガウと、ロープで繋がれたスコット・フィッシャーを発見したわ。フィッシャーは虫の息だったため、台湾隊はマカルーガウを救助して去った。フィッシャー。フィッシャーはその後力尽きたと推測されているわ。夕方にフィッシャー隊のガイドのブクレイフが一人で救助に向かったけど、フィッシャーはすでに凍死していた。フィッシャー隊ガイドのブクレイフが大活躍しているように見えるな。
自分も疲弊していて大変だろうに、すごいんだぜ。前日登頂を断念して引き返したホール隊のスチュアート・ハッチスンがシェルパと共にキャンプ地から200メートルの地点に置き去りにされたナンバとベックウェザーズの元に赴いたけど、ナンバとベックウェザーズはまだかろうじて呼吸していたけど、刺激に全く無反応だったの。医師であるハッチスンは助からないと判断し救助断念、そのまま第4キャンプに戻ったわ。辛いな。ナンバさんは助からなかったけど、一緒にいたベックウェザーズは数時間後に奇跡的に意識を取り戻したの。片腕を上げた状態で雪の中に倒れていたので片腕はそのまま固まってしまっていたわ。彼は顔や指にひどい凍傷を負っていたけど、何度も転倒を繰り返しながら自力で第4キャンプまで戻ったの。奇跡としか言いようがないんだぜ。すごい生命力だな。でも他に残されていたロブホール隊の人たちは、朝にロブホールから無線連絡があり、ダグハンセンが凍死したこと、アンティハリスが消息不明になったこと、酸素ボンベの圧力調整弁が凍りつき酸素が吸引できないこと、手足が凍傷にかかり下山困難であることが伝えられたわ。ダグハンセンは前年に登頂寸前で断念した人で予定時刻から2時間半後に登頂した人だったよな。でも下山中に滑落してしまったんだっけ。そう。アンディ・ハリスはホール隊のガイドで、二人と共に行動していたけど途中で遭難し、行方がわからなくなってしまった。一人残されたロブホールは昼頃に第4キャンプを経由して国際電話にて妊娠中の妻に最後の別れを伝えるとともに、生まれてくる娘の名前の候補を告げたわ。ロブホールとは夕方まで無線は通じていたけど、その後無線は切れてしまったの。映画で大体の話は知ってるんだけどさ、やっぱりこの結末は悲しいんだぜ。そうね。その翌日の5月12日、奇跡的に自力で第4キャンプに戻ってメンバーを驚かせたベックウェザーズだけど、その後低体温症のためにテントの中で何度も意識を失ったの。その様子を見たメンバーはやはり回復の見込みがないと判断し彼は第4キャンプに置き去りにされることになったわ。でも夜が明けてベックウェザーズのテントを覗いてみると、彼は起き上がって下山の準備をしていたの。その後、救助隊の力を借りて下山を始めたわ。いや、やっぱりすごい生命力なんだぜ。でも下山するにもその状態じゃ困難を極めるだろ？ええ。ベックウェザーズは仲間の助けを得ながら下山を開始したけど、ベースキャンプまでの行程は困難を極めたわ。途中 IMAX 撮影隊などが交代で救助に加わりながら標高6000メートルまで下山したところで、遭難を知った彼の妻が母国アメリカの大統領に陳情するなどの活動をしたことが実を結び、ヘリコプターで救助されることとなり、生還を果たしたわ。彼は結局右肘の先と左手の指のほとんどと鼻、そして両足の一部を凍傷で失った。また、このヘリにはマカルーガウも乗ることになったわ。マカルーガウって台湾隊の隊長だっけ？うん、彼も両手の10本の指と鼻と両足のかかとを凍傷で失ったわ。この3日間の大量遭難で死亡してしまった人をまとめるわね。まず、ロブホール隊からは隊長のロブホール、ガイドのアンディ・ハルス、ホール隊顧客のダグ・ハンセン、ナンバ・ヤスコの4名。ガイドとシェルパを含む他8名は、途中で下山した顧客の付き添いなどで遭難を免れたわ。スコット・フィッシャー隊からは隊長のスコット・フィッシャーが凍死、他ガイドとシェルパを含む12名は救助されたことや途中で登山を断念したことで、生存した。この話だと5名しかいないんだが、他の3名は？この流れとは別にチベットから登頂する北洋ルートでも5月10日にインドチベット国境警察隊の遭難が発生していて、3人が頂上付近で死亡しているのよ。そうだったのか。それにしても3日間の嵐で8名も亡くなったというのは本当に恐ろしいんだぜ。しかも、シーズンを通したら他にもさらに4名が亡くなっているんだろ？ええ。この大量遭難前後に高所性排水種で亡くなった登山者、遭難し、南アフリカ隊の1名が同じように大幅に予定時間を過ぎた午後5時に登頂した後下山不能となり死亡、そして最後までフィッシャーに随伴しながらも生還を果たしたスコット・フィッシャー隊のシェルパ島、ロブサンザンブーは、同年秋に雪崩の直撃を受けて死亡したわ。自然災害がどれだけ怖いかっていうのが、これでもかというくらいに伝わってきたんだぜ。ええ。最後に、この事故の後日談を少しだけ紹介するわね。フィッシャー隊ガイドで自体の3名を救出したアナトリ・ブクレイフだけど、彼は置き去りにして助けられなかったナンバの剣を食いていて、翌年に現場よりナンバヤスコの遺品を回収し家族にて渡したわ。ブクレイフはこの遭難事件を書物にまとめ出版したけど、翌年1997年12月にアンナプルナで雪崩に遭い遭難死したの。自分が助けられなくて亡くなってしまったら、私でも後悔するんだぜ。避難するつもりはないけどさ。そうね。
難波の遺体は翌年シェルパラによって回収され、ベースキャンプで火葬されたわ。置き去りにされたが奇跡的に生還したベック・ウェザーズは、深刻な凍傷に苦しんだが後ほど病理に復職し、この遭難の前後を含めたエピソードをまとめた本を出版。凍傷で失われた鼻は形成手術で再建しているわ。医療の進化は凄まじいよな。それにしても、何度も死の淵をさまよっていたのに、無事に復職できたのはすごいんだぜ。なあ、ロブホールについてはどうだったんだ？子供が生まれる予定だったんだろ？ロブホールは亡くなる前奥さんに遺言を伝えていたわね。彼の遺言通り、彼の死後に誕生した女児には遺言で伝えられた名前が付けられているわ。そうか。それでも悲しいんだぜ。今回の話を聞いて登山者が増えるのは良いけど、少しずつ経験を積んでいくことが私は大事だと思ったぜ。いくらガイドがいたって、自分で何とかしないといけない状況に陥ることもあるだろ。そういった時に経験が生きると思うしな。ええ。あと、今回の犠牲者に共通していることは、時間を守らなかった点ね。怪我などで途中で断念した顧客とロブホールの指示に従い登頂を諦め早めに下山をした顧客は、全員助かっているのよ。アマチュアが登山することが決していけないわけではないわ。まず、ガイドやルールに従うことが大前提なのよね。そうだな。少しでも遭難リスクを減らすためには、有識者の意見をしっかり聞く。まずこれが大事だな。そういうことね。さて、いい機会だしバーティカルリミットをもう一度見直してこようかしら。あ、ずるい。私も一緒に見たいんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。